月曜バンジーベベの週刊スワローズ。10時半がやってまいりました。月曜バンジーショークテベベです。よろしくお願いします。まあ、こういうスタートもせんとね、こういうあのスタンダードなスタートも一つあったかんな思いましてね、思ったんですけども。まあ、これをお聞きになってる方、もしくはこの映像でご覧になられてる方、いらっしゃると思いますが、その方らにはちょっとわからないかもわかりませんけども、この9月と、もう9月ですわね、あさってから。9月、この8月下旬から9月になると、我々、仮暮らしの生活をしている人間にとっては、一番怖い時期がやってくるんですよ。というのも、この、マスコミ業界というのは、4月と10月が改変期なんですね。はい、だから、そういうですね、時期がすごく怖いんですけれども、ものすごい、このジョイチディレクターが、もう、ものすごいドスの効いた声で、10月以降は、って言うたままブースに帰っていきましたけどね。どないなんで、10月以降。とにかく頑張るしかないんやけどもね、我々は。ほんま、いろいろ考えてるから、こっちもね。これからヤクルトどうしていこうかと。いや、もうというのもね、はい、まあ、ご存知の通り、今ヤクルト4位ですよ。はいはい、4位で、まあ、3位の広島とは、この後言いますけれども、2.5 ゲーム差です。はいはいはい、ね。で、明日から広島3連戦なんです、神宮球場で。これは私も絶対行きます。はい、これはもう、無理して明日行きますんで、はい、行きたいんですけれども、はい、明日から新しい、入場曲じゃない、応援歌が、で、チャンステーマ、お用意してますね、新しいチャンステーマが、発表されまして、それの応援の練習がですね、17時から17時15分まで15分間やるんですよ。はいはい、私はもうこれから行きます。もうそれぐらいもうこのクライマックスにかける思いは強いですのでね、もう本当に、ヤクルト頑張っていただきたいと思うんですけれども、まあ、僕は一応、まあ、フリーで活動させていただいておりますよね。で、まあ、いろいろ手伝ってくれる方がいまして、毎週報告受けるわけですよ。はいはい、どこそこのオーディションへ、書類を出したと。はいはい、まあ、今日言われたのは、4本オーディション出して、4本とも返事がないと。誰だったんだ。そんなに俺はあかんのか。そんなに、なんかプロフィール、型紙かなんか入れといてくれよ。頼むわ、もう。全然通らへん、オーディション。ヤクルトの情報をやります。CM の後です。